ただいまショッピングから帰ってきました。またね、いろいろ買ってしまいました。いろいろ買っちゃいました。はい、皆さんこんにちは、さちねえです。めっちゃ甘いいい匂いです。はい、今ねカルディさんとライカムのイオンさんに寄ってきて、いろいろオーガニックグッズとかね、面白いものを買ってきましたのでご紹介したいと思います。あー、いい匂い、甘い。まずカルディさんのものからなんですけれども、まず最初にまたね、まだ 1,2 本ワインあるのにワインをね買ってきました。オーガニックワインです。美味しそうですね、見るからに。アメリカのやつですね、カリフォルニアワインかな、カベルネソービニオン、グリーンフィンっていうところのねものですね。あとね、最近ねすごいイチジクにハマってまして、こちらのねイチジク、ドライイチジクね、オーガニックフィグっていうやつなんですけども、トルコ産ですね。はい、美味しそうなので、中もねパッケージになってて、5つ入りかな、がパッケージになってるらしいです。はい、これはねお楽しみです。はい、これはまたリピート買いなんですけど、チャイ、これめっちゃ美味しいです。そのままお湯を注ぐだけなんですけども、これはねよくねキャンプとかでね、お世話になりました。これはねすごい美味しいです。同じくリピートなんですけれども、フライドオニオン、これもね美味しいんですよ。カレーとかの上にねパラパラっとしたり、サラダの上にねパラパラするとめっちゃ美味しいです。はい、これはねおすすめです。原産国はタイですね、タイ。あとお酒がね今日でなくなるので、お酒といってもノンアルビールなんですけども、ドイツですね、輸入ノンアルコールビールの、ドイツビールです。ピュア&フリーベリタスブロイっていうねノンアルのビールです。今日飲みたいと思います。フーチャンプルのねセットが売ってたんで、お手軽なんで、フだけ買ってもよかったんですけど、なんかセットになっててパウダーみたいなのも入ってるんで、それを混ぜればいいやつフもね小麦のグルテンなんで、タンパク質をね、たくさん含んでいるので、もやしとかあとニラとか、あと卵とかでねチャンプルするといいと思います。私の大好きなフォーですね、フォー、フォー、ベトナムのフォーです。あ、でもタイ産だね、これはベトナムじゃなかった。フォーパクチーって書いてる、パクチーが入ってるのかな、よくわかんないけど。あ、乾燥コリアンダー、あ、多分パウダーで入ってるのかもしれない。はい、ワインのおつまみにスモークチーズ、はい、桜チップで燻製したコクのあるスモークチーズということで、これをねおつまみにしたいと思います。ひよこ豆のカレー、チャナマサラっていうね、これはインスタントのやつですけど、チャナマサラ、ひよこ豆のカレーということで、ひよこ豆のカレーは北インドの代表的なカレーなんですけども、これをですね買ってきました。はい、今まで試したことのなかった、3種類のコーヒーね、一個売りしてるんでフィルター付きのやつね、買ってみました。オーガニックプレミアムのダークローストというやつですかね。はい、グアテマラコロンビアのやつと、これがケニアっていう名前のケニア産かなのコーヒーと、あとこれがバードフレンドリーブレンド、オーガニックですね。これはもうブレンドしたやつ、コロンビアとかエルサルバドルタって書いてますね。はい、でこの3つをね買ってきました。気分がいい時にねゆったりとした気分の時に飲みたいと思います。あとねジャンクなんですけども、こっちのポテトチップス、ガーリックシュリンプ味ということで、いかにもアメリカンな感じですよねはい、これも、ビールのおつまみに、いつか食べたいと思います。ライカムのイオンでずっと探していたシャボン玉の台所石鹸がねやっと見つかったので、これを2本ね買ってきました。そんなにねめちゃくちゃ高くはないです。332円だったかな1個。はい、であんまりうち の実家の近くの、スーパーには置いてないので、シャンプーとかはね置いてるんですけど、台所石鹸ということで洗剤ですね、無添加、はい、これを買ってきました。あとね柔軟剤がねあんまり体に良くないということで、シャボン玉の洗濯用石鹸ね、こちらの方もね買ってきました。 1000ml、 1リットルですね。で皮膚アレルギーテスト済みということでね、ここにね
日本アトピー協会、おすすめっていう風にね推奨品って書いてるんですけども、まあ、私はアトピーじゃないんですけど、あの皮膚がね結構敏感なので、こういう優しいね界面活性剤とかが入ってないやつをね使いたいので、成分は純石鹸分 30%、 脂肪酸カリウム、脂肪酸ナトリウムということで、界面活性剤はね入っていない模様です。柔軟剤いらずということで、仕上がりふんわりって書いてあるので、ちょっとね試してみたいと思います。嬉しい、なんか今まで仕方なくね柔軟剤なんかにあの匂いのあるやつをね使ってたので、まあ、最近あの香害、香りの害っていう風に書いて香害っていうのもね叫ばれていますので、うん、あの結構柔軟剤の匂いのきつい人はいらっしゃいますよね、はい、それがちょっと鼻にツンときたりする時があります、はい、あんまりねひどいとね結構頭痛がしたりするので、そういうのがない方がいいかなと思って買いました。イオンさんは結構大きな店舗になるとオーガニックの野菜とか自然栽培のね野菜とか結構ね売ってるんですよ。ですごい見つけるたびにね私は買ってきちゃうんですけど、これもね自然栽培のやつで、この辺で採れた塩菜ということで、これ確か空心菜じゃないかな、塩菜、はい、初めて見ましたけども、あのスーパーで売られてるのもね、はい、でねすごい面白いのがあったの、これクリクリ、なんだろうこれ、ロープみたい、フーロー豆っていうんだって、フーロー豆面白くないですか、これこれお豆だってクリクリになってるんですけど、あの縄みたいな感じ、沖縄産で切ってね使えばインゲンと同じようなあの味だそうなんですけども、結構安かった、118円ということでボリュームもあるしね、ちょっと面白そうなので今日食べてみたいと思います。甘長唐辛子、糸満さんなんですけど、188円ということで、天ぷらとかね素焼きにしても美味しいし、まあ、油炒めで炒めて食べてもね美味しいと思います。私結構ね唐辛子、甘唐辛子好きで、キャンプとかに行った時もねあのグリルで焼いたりとかしておつまみにして醤油をちょっと垂らすとね結構美味しいですね。これ大きくて食べ応えがある、はい、沖縄ってね結構ね面白いね食材もあって、ハーブもすごい多いですし、なんかねそこまでねあのオーガニックなのにめちゃめちゃ高くないんですよ。だからねすごいねいいです。あと、今日の私の、ご褒美というかそんな高くないんですけど、沖縄産のバコールパイン、パコールパイン、まあここに書いておきます498円、500円ぐらいでねこのくらいの大きさのパインがね売っていました。結構立派ですよこれね、めっちゃ甘い匂いなの、もうパインの匂いがするから1日2日置けばもういいんじゃないかな多分。ただ私パインの切り方知らないので、ちょっとネットで調べながら頑張って切って食べたいと思います。もうねこれ見ただけで、匂い嗅いただけでねなんか よだれが出てきちゃいそうな感じです。こちらの方をねいただきたいと思います。はい、こういう感じでねいっぱい買ってきましたはい、久々にねカルディさんで買い物をしてきました。はい、美味しそう。これから食べます。はい、初めてパイナップルを今日ね切ってみます。すごいドキドキなんですけども、結構ね痛いんですよねこれね、葉っぱとかねもうトゲトゲがいっぱいできてて、まずねここをなんか切り落としますね、ここをね、はいはい、こんな感じです。これも痛いからこっちに捨てといて、でもう一回なんかここを切りますと、で反対側もね切っちゃいます。もう、あー甘い匂いで、これを縦にして 4等分にするんだって、はい、縦4等分、しようか、なんかこんななってます。出来上がりま
ました。じゃあいただきます。端っこから。美味しそう。いただきます。うん、甘くて美味しい。めっちゃ美味しいわ。甘い。思ったよりすごい甘い。もっと酸っぱいかと思ったら そんなに酸っぱくない。こんなちっちゃい袋に入ってる、うん、いただきます。この袋テアツオープン、うん、あーこういう風に入ってるんだ。なるほど。おー大ぶりですな。あ本当になんかフィグって感じ。食べてみよう。うーん、おいしい。これおすすめ。おいしい。あの赤ワインとか絶対合うと思う。こんな感じ入ってる。チーズを食べてみようか。これは絶対美味しいやつだよね。なんかソーセージみたい。なんかよく燻製されてる。美味しい。絶対ワインに合う。美味しいです。以上になります。また次回お会いしましょう。バイバイ。